ディスカッションと申します。ナイキの70年代を代表するランニングシューズの一つ、LDV を語りたいと思います。1970年代に北米で沸き起こったランニングジョギングブーム。そんなブーム最盛期の1978年、当時のランニングシューズの方向性を決定づけた LDV が登場します。エアソールが開発される直前のナイキの技術がふんだんに詰め込まれたモデルです。77年時点のスポーツブランドの売上高は世界的に見るとダントツでアディダスでしたが、あくまでアメリカ国内のランニングシューズ市場においてですが、78年頃にはナイキブランドがかなり支持されるようになり、70年代末期にはアディダスに対抗できるレベルにまで急成長します。70年代後半というのはサッカーが盛んなヨーロッパ諸国では、一部の国を除いてアディダスが一強で、プーマもかなり力を持っていた時代です。しかしアディダスはもともとランニングシューズに関してはヨーロッパの柔らかい道をベースにして開発しており、当時のアメリカのようなゴツゴツしたアスファルト向けのシューズ開発にはあまり力を入れておらず、 LDV のようなトレイルにも対応し、軽量性とクッショニング性を兼ね揃えたモデルの登場により、アメリカ以外でもナイキブランドの愛用者が増えていくことになります。70年代のナイキはアディダスやプーマとは違い、ランニングシューズが中心のブランドだったので、空前のランニングブームの中そこに注力したことがブランドの追い風になったことは言うまでもありません。もちろんアディダスやプーマはヨーロッパだけではなくアメリカでも積極的にプロモーションを行っていましたが、どちらもすでに巨大なブランドだったので、ナイキのようにアスリートに対してシューズの要望などの柔軟な対応はできなかったことでしょう。ナイキはそんな草の根運動ともいえる地道な活動を続けることで、徐々にアスリートから絶大な信頼を勝ち取っていくことにつながるのです。このことからも他のスポーツブランドに比べ、選手専用に調整された特別モデルが群を抜いて存在しています。そんな選手専用に製作されたものをナイキではスペシャルメイクアップ、略して SMU と呼ばれています。当然これらのモデルは出回っている数も少なく、カラーリングもオリジナルカラーとは異なるものも多いのです。ナイキは70年代からこういった展開もしており、基本的には各アスリート専用の競技用のために作られたモデルではあるのですが、現在では珍しくもないですが、ランニングシューズでミュージシャン専用の SMU も存在したりします。この LDV もいくつか SMU が存在していて、過去には SMU モデルのカラーリングで復刻されたこともあり、一見するとただの新しいカラーアウェイで復刻されたと思いがちですが、 SMU の LDV の存在を知っているナイキマニアやレトランファンには非常に人気だったかと思います。ちょうど78年というのはナイキブランドのターニングポイントでもあります。それまでのブルーリボンスポーツという社名からナイキインクと変更されました。この社名変更に合わせて筆記体のロゴから現在のブロック体のロゴに生まれ変わりました。なので70年代のナイキのシューズの終端に入ったロゴを見て、筆記体であれば基本的に77年以前のモデルということになります。またシューズ製作だけだったナイキもこの辺りからアパレルへの本格参入をしていきます。LDV というモデル名はロングディスタンスとベクターラストの頭文字を取って名付けられています。ベクターラストとはナイキが開発した左右の区別がつきにくいストレートに近いシルエットのラストの名称です。シューズの木型は足の形状にぴったり合うものが
一番良いとは限りません。特にトレーニング用のシューズの場合は、直線的な形状のストレートならストの方が履いた時の安定感が高かったりします。ナイキはコルテッツからすでにストレートに近いラストを使用してきましたが、このベクターラストではさらに直線的なものにしています。後にエアが初搭載されるテイルウィンドや、2019年に誕生40周年を迎えてから復刻リリースが連発されているデイブレイクなどにも、このベクターラストは受け継がれていくことになり、1980年前後のナイキのランニングシューズの特徴の一つにもなっていきます。この LDV には全身モデルがあり、それがヴィンテージマニアにも人気が高い LD1000、 そして LD1000V です。1976年に登場した LD1000 はナイキでは初めてナイロンメッシュを採用したモデルです。普通のナイロンに比べると柔軟性に欠けるという欠点はあるものの、耐久性と通気性に優れるので長距離を走るには適していました。ちなみにミッドソールはまだ EVA ではありません。また1000という数字は年間で1000マイル以上走るランナーのシューズということを表しています。しかし LD1000 は左右に広すぎたフレアソールが原因で、ランニング中にふくらはぎに擦れて傷つくということが続出したことにもありました。そして翌年にフレアソールの調整に加え、ベクターラストを備えて LD1000V が登場します。このモデルは高い評価を得たものの、旧モデルの LD1000 は廃盤にならずに LD1000V と同時に売り出されていたこともあり、名前が似ている上にカラーリングもイエローアッパーにオレンジのスーシュと全く一緒で区別がつきにくかったため、ネーミングとカラーリングを一新することになり、そこで78年にリニューアルされ登場したのが LDV なのです。面白い話が、 LD1000V は約1年で姿を消したのに対し、 LD1000 はなんと LDV が登場した後もリリースは続き、80年まで生産が続きました。 LD1000 は1976年にかの有名雑誌ランナーズワールドの評価にて2つの項目で10点満点を取ったにもかかわらず、このソール部分の評価で4点という悲惨な点数を叩き出し、結局ランキングは5位止まりになります。もちろんナイキはこの評価は不服だったんでしょう。その後も数年にわたって売り続けますので、それだけ左右に広いフレアソールには絶対の自信があり、もはや意地で販売を続けたんではないかと思ったりしてしまいます。このフレアすぎるソールに関してですが、77、8年頃だとまだフィル・ナイト氏もサンプル時点で一足一足確認していたでしょうし、ものによっては自らのランニング用で履いてもいたはずです。それにランナー出身の幹部ジェフ・ジョンソン氏もまだ在籍していたことを考えると、開発段階でなぜこのことに気づかなかったんだろうとも思います。それだけこの時期は次から次へと新しいシューズを出し続けていて、全てのモデルで十分な検証ができなかったということも伺えます。それにジェフ・ジョンソンは77年にリリースしたランニングシューズエリートに力を入れていた描写も確かシュードックで描かれていたような気もしますしね。少なくても70年代前半であればこういったミスは犯さなかったと思いますけども、 LD1000 から LDV へ改良されたフレアソールですが、比べてみるとフレア具合がすごいですよね。発売当時の LDV の広告にはランニングシューズの革命児というコピーが付けられ、当初は専用のリーフレットも付属されていたようで、かなり力を入れていたことも伺えます。そしてリリースの翌年の79年にはランナーズワールドで5スターを獲得することになります。紆余曲折あり、
結果として LDV は70年代を代表するベストセラーになるわけですが、70年代末期には韓国と台湾を中心にアジアにおける大量生産が始まり、この LDV もアメリカ含め3つの国で生産されます。ちなみに LD1000 は全て日本製で、 LD1000V は全てアメリカ製です。 LDV は1982年か83年あたりに廃盤になりましたが、その後の復刻モデルの流れを見てみると、初めて復刻されたのが1999年です。この時にアッパーがレザー製になったゴミみたいな LDV もリリースされたことは置いておいて、この初復刻された LDV は最悪な出来だったのは有名で、ターミネーターの初復刻同様に往年のナイキファンからは酷評されました。私はこの復刻モデルの実物を見たことがないので何とも言えませんが、画像で見る限りでもシルエットそのものが違うように見えます。特に頭部分がコルテッツのように丸みを帯びていて、オリジナルのスタイリッシュさが一切感じられません。このように復刻モデルでこけるのはある意味ナイキの得意技で、モデルにもよりますが、特に90年代から2000年代半ば頃までに復刻されたモデルは変にオリジナルから手が加えられていたり、あえて仕様変更してるものがほとんどで、よくナイキファンから反感を買っていました。しかしそんなナイキもユーザーの声に耳を傾け出したのか、2000年代後半からの復刻モデルに関してはオリジナルを忠実に再現したモデルが増え、評価が高いものも多くなりました。そして2007年頃から2009年頃までにかけて立て続けにリリースされたナイキのヴィンテージシリーズは、新品ながら履き古したかのようなユーズド加工が施されていて、このシリーズから復刻された70年代から80年代の名作モデル群は、破れ加工の施され方には賛否もありましたが、全体的な完成度の高さから軒並みファンをうならせました。2007年には純也渡辺とのコラボ LDV もリリースされます。日本ではスニーカーの人気は沈んでいた頃でしたが、このモデルはスニーカー好きだけでなくかなり話題になった記憶です。当時はまだストリート系以外のファッションブランドとのコラボはそこまで一般化していませんでしたし、このコラボには驚きましたね。当然数も少なく欲しくても買えなかったわけですが、3万円弱した記憶です。現在はすっかり姿を消した2010年代前半に登場したルナソールですが、これを搭載したルナ LDV というモデルがシリーズ化されてリリースされていました。個人的に当時からルナソールの見た目のデザインが好みではなく興味がないので、正直姿を消してくれてよかったと思っています。一方2010年以降 LD1000 もローシシリーズで展開されていますが、こちらも全く興味がなく完全にスルーでした。そして2019年にファッションブランドサカイとのコラボで発売された LD ワッフル、このモデルは LDV とデイブレイクのハイブリッドです。このモデルの登場で LDV の存在も広く知られることになったんではないでしょうか。私は普段ダンクにすらコラボモデルにそこまで飛びつかないのですが、このモデルには飛びつきました。 LDV の特徴を見ていきます。ドストレートなラストを採用しているだけあって綺麗なシルエットです。特にシャープなトーラインが特徴的です。70年代のナイキのランニングシューズといえば、アッパーがナイロンとスエードのコンビというものが目立ちます。その中でナイロンメッシュにスエードという点で LD シリーズは独自のポジションを築き、レトランファンには特に人気のシリーズになっています。先述した通り LDV の生産はアメリカがメインでしたが、韓国や台湾でも一部行われていました。
1980年以降に製造されたモデルに関してレジスターマークがナイキのロゴタイプについてるだけでなく数種のマークにもついているものも一部存在しますが、これは81、2年から80年代半ばまでのナイキタグに見られる特徴です。また終端の上部が切りっぱなしになったモデルは全て韓国製になります。 LDV に関してはアメリカ製のモデルより韓国製のモデルの方が中のスポンジの質が良いと言われており、現にアメリカ製のオリジナルモデルはスポンジが劣化してボロボロになり終端がほとんどペラペラになっていますが、韓国製のオリジナルではそれに比べスポンジらしさを維持しているモデルもあります。このナイキの70年代のモデルは生産国によってディテールが結構異なる点もヴィンテージマニアの所有欲をかきたてられるのでしょうね。言わずと知れたナイキ独自のバウアーマンが生み出したワッフルソール、路面を選ばずトラクションの優れたアウトソールで、硬い路面では一つ一つのスタッドが独立したショックの役割を果たし、柔らかい路面では張り出たスタッドが路面に食い込み高い安定性を発揮します。つまりアスファルトでも自然路面でも有効なソールということです。 LDV がリリースされた78年頃にもなると、初期のワッフルソールに比べスタッド同士の間隔が少し広めの仕様になっています。ちなみに70年代半ば頃まではワッフルソールは日本で生産されていました。ワッフルソールが頭部分ヒール部分にかなり巻き上げられているのも特徴的です。サカイコラボの LD ワッフルのオリジナルの表現なのかと思いがちですが、元にされた LDV 自体がこのようにかなり巻き上げられているのです。70年代のランニングシューズというのは各ブランドとも派手めなカラーリングが多いのも特徴ですが、 LDV といえばイエローのアッパーにブルーのスーッシュとブルーのアッパーにレッドのスーッシュ、このカラーリング自体が LDV のアイデンティティと言ってもいいほどです。オリジナル当時少なくても4年は製造されていた LDV ですが、その間 E ラインではこの2色しか存在しなかったことも結果的に LDV たらしめているカラーリングになっているかと思います。数年前にリリースされたムーンレーサーがこの2色のカラーリングをまとっていて素敵でした。70年代にはナイキだけではなく他のスポーツブランドのランシューでも見られたフレアソール。 LD 線はランニング用としてはフレアすぎたわけですが、現在であればタウンユース用として履くにはニューバランスの327のように広すぎるフレアソールの方がアクセントになって人気が出そうですけどね。ヒールトップには縦ナイキが入っています。オリジナル当時日本でオフィシャル販売されていたのは韓国製だったようですが、アメリカ製のものに比べ太めのラインなので判別しやすいかと思います。 LDV は1980年に女性用もリリースしていますが、リベレーターという名称で販売されています。綺麗な色味ですよね。ナイキは70年代の頃からセニョリータコルテッツやレディーワッフルトレーナーなど女性専用のモデルもいくつか出していますが、このように完全に別モデルかのような名称は珍しいです。ナイキブランドが巨大化してきた80年前後にリリースされたナイキのランニングシューズといえば、エアが内蔵されたテールウィンドをはじめ LDV、デイブレイク、インターナショナリスト、このあたりが挙げられますが、これらはどれもカラーリングだけでらしさが感じられる素敵なモデルたちです。ここ数年でテールウィンドもデイブレイクもオリジナルカラーが復刻されているので、 LDV も復刻されるのを心待ちにしています。70年代のナイキを代表するランニングシューズの一つであり、ナイロンメッシュアッパーをアイデンティティ化した LDV の紹介でした。今回はこんなところです。
ご視聴ありがとうございました。